皆さんこんばんは、中坂美恵です。今日は天気を晴れるよにしていきたい。あ、もみお風呂入ったんですよ今日。パジャマ着てたんですけど、ちょっとパジャマ最近配信しすぎてるから、ポロシャツを久しぶりに着てみたということで、今日はみんな今から晴れるよっていうことでてるてる坊主を作る配信をしようかなと思ってるんですけど、髪はずっとこの長さです。なんだっけ、あ、そう、なんか意外と台風がすごくスローペースで、なんか到達がだいぶゆったりになってきてるらしいですね。お風呂入ってそれってどういう意味ですかどっちの意味？そうで、なんか今のところ名古屋にガチ上陸するのは1日なんですけど、まあこう何て言うんですか、領域、風域には入ってるみたいなので、まあ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 っていう感じ。あと今新幹線止まってたりして、確かにプリマちゃんも心配ですよね。なんか意外と9月初めとか、まあ、8月末にかけて大事なイベントがたくさんあるので、マジで本当にどうにかね、どうにかなってほしいんですけど、まあ、とにかく久しぶりにてるてる坊主を作って、どうにか、どうにか、なんか今からめっちゃもう一回直角で曲がって太平洋に戻っていってほしいって思ってます。はい、もう今も大雨で新幹線が止まっていたりとか、九州とか鹿児島の方、まあ、鹿児島も九州だよって言われたらそれはそうなんですけど、まあ、鹿児島の方とか、まあ、九州の方がすごいたくさん警報とか注意報が出まくってるので、どうにかどうにかしていきたいなと思います。ということで今日はてるてる坊主を作っていくんですけど、まあ、今日は何のテーマで作ろうかなって、いつもてるてる坊主を作るときは結構テーマを作ってるテーマを決めて作ってるんですけど、まあ、今回のテーマは、まあ、30日に S 公演があるということで、 S 公演で S をテーマに作ろうかなって思います。イエーイ。私の記憶が正しければ、最初にてるてる坊主を作ったのはサムライ忍者フェスティバルの日が大雨説みたいなのが出て、まあ、その時期に中坂美優がめっちゃハマっていたワールドカップ日本代表の選手の皆さんを作らせていただいたんですけれども、今回はで前回が未完全 TV 祭り、まあ、テレビ愛知さんのお祭りの未完全 TV のね、みかんの出張版みかんの剥き方の日が台風だったので作らせていただいたんですけれども、2回ともですね、こちら実績あり、どちらも雨が降らずに開催することが無事できたということなので、今回はチーム S メンバー15人と30日に出演してくれるゆあちゃんの計16体のてるてる坊主を作って、30、31、そして9月1日の、まあ、SKE48 にとって大切なイベントが詰まっているこの3日間が無事に開催されるようにしていきたいなと思います。拍手。まあなんといってもこう実績しかないので、中坂のてるてる坊主にはもうありえない力が詰まっているんですよね。なので皆さん作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。どうぞ。はい、ということで9月から取り組むことのポスターも作ろうと思っていたんですけれども、ちょっと
背景があまりにも可愛すぎるのではい、ということで一旦今日はてるてる坊主を作っていきたいなと思います。まずはやっぱ頼れるリーダーから作っていきたいので、てるてる坊主に関してはマジでプロなのね、私が任せてほしいと。今日はもう材料すべてここにあります。私の髪を結ぶために買ってきたヘアゴムですけれども、まさか最初にてるてるを結ぶことになるとは思っていませんでした。とりあえずてるてる坊主16体作ります。とりあえずね、3くるるしないとあれかな、結構ゆるいな。デカゴム買っちゃったからね、中坂の毛量が多いからデカゴム買っちゃったから結構きつめにいかないと。あ、これちょっと小顔になっちゃった、めっちゃ小顔になっちゃった。後から選びますけれど、小顔てるてる。なんか11期の皆さんにこう知られないようにしていたのに11期の皆さんにブログを読まれていてとっても恥ずかしいです、はい。まあ、ここからは結構雑談しながら、まあ、とりあえずてるてるを16体作っていこうかなと思うんですけど、もう、まあ、そうですね、名古屋グランパスに今日新加入の選手が来られたりいろいろあったんですけど今日一日個人的トピックスは、J3 が今年10周年なんですよね。それで有名なイラストレーターさんでリオタさんっていう、まあ、J リーグのイラストをね描かれている方がいらっしゃるんですよ。30周年の時かな、この前もなんか書かれていて、まあ、その時はもう J リーグ全60クラブのイラストを書かれていたんですけど、まあ、今回は J3 が10周年ということで J3 の、イラストを書かれていたんですけれども、本当にすごいことですよ。リオタさんに SKE メンバーが書かれたっていうこのことがもうすごい。もう私めっちゃリオタさん大好きなので本当にびっくりしたんですけれども、なんと SK48 のねあやめろさんと糸みきが岐阜の、まあ、岐阜代表として描かれているんですよ。もうこれすごいよ、めちゃくちゃ。もう SKE ファンの皆さんはちょっとどういうこととか、何って思うかもしれないんですけど、もうこれめっちゃすごいことで、なんか本当にこう J リーグのめちゃくちゃ有名なイラストとかを描かれている方なんですけど、その方に FC 岐阜の代表として応援隊の2人が描かれたっていうことがもうめちゃくちゃすごいこと。そう、なんか、まあ、SKE ってこう認知して書いていただいたかはわからないんですけど、こう SKE48 をこう書いてくださった方ことがもうすごく私は嬉しくて羨ましい私めっちゃ本当にリオタさんの絵好きなので嬉しいですし羨ましいです。そうなの、そうなのっていう、あ、破れちゃったなんか今回みんな頭がちっちゃいかもしれない。今4体できました。あとかけ8、間違えた、かけ4、違う、え、獅子16、あと4体、あ、間違えた、あとかけ4作っていきます。え、杖源戦めっちゃ羨ましくないですか。9月28日の杖源金沢戦に SK48 が来場することが決まったんですけど、その日はなんと元日本代表で J リーグ最多得点を今でも保持されている大久保嘉人さんが来られるんですよ。やばくない？もう羨ましすぎるんですけど、私も行きたい、って感じ。本当に羨ましい、本当に羨ましくて、もう羨ましいよって感じです。もう選ばれなくて
も行きたいけどさ、結構時期が時期じゃないですか。9月とかさ、もう絶対周年で忙しいからさ、結構あれなんですけども、そもそもちょっと中坂は津営源金沢線行きたいと思っていたんですよ。まあ、ちょっと津営源金沢線はちょっと気になっちゃうよね、行きたいよねってなるんですよね。こう FC 岐阜サポとしてね、ガチの FC 岐阜サポとして普通に津営源金沢線は行きたい。そして大久保嘉人さんが来る、もう絶対に行きたいよね本当に。あー、首がすごいことになっちゃった。これどっちをさあれすればいいの、こっちか。うん、いい感じ。そうなの、あれまだ5体目え、まだ5体目か、怖い怖いごめんね、めっちゃごめん、サッカーの話しかしてないので、まあそろそろサッカーの話じゃない話に戻るんですけど、とにかくちょっと FC 岐阜が熱くて羨ましいです。そうなの、そうなの。あ、そう、マキコさんがね卒業時期が12月にあの延期されたということで、すごくすごく嬉しいですね。いや、まあ1ヶ月ですけど、やっぱ違うんじゃないですか、その1ヶ月は普通に。まあ、と言いつつもチームがやっぱ違うのでお会いする機会が本当になくて、うん、まあそれでね、なんかマキコさんもなんかすごくこう積極的に公演に出てくださる先輩だなと感じているんですよ。まあ、制服の目とかにも出演されてますし、こう公演に出ること、今日も劇場公演出演回数1000回だったらしくて、めっちゃすごいじゃないですか。だから S にも出てくれないか密かに思ってます。そうそう、キャンキャンルームが次最終回らしい。え、そうなんです、ななみさんがキャンキャンモデルさんを卒業されるみたいなので、そう最終回なんですよね。寂しいよね、本当にお世話になったというか、素敵な機会をいただけてよかったなって、出演させていただけて本当によかったなって思います。中坂は今300超えたくらいです。305回とか6回とかかなこの前300回超えて、まだまだ全然少ない。え、なんかもうめっちゃキモくなっちゃった、どうしたらいい。おや、まあ中坂さんはもうこっからもうどんどん増やしていきたい。みんな小顔、みんな小顔なんだけど。そうそう、はい、8対2468対1日に3公演無理無理無理、2公演ですらもう結構しんどいなんか最近は2回公演っていうものがもう本当にないので、もう怖いですね、そのあれが。西井さんは1日に2パルム、次の日に2パルムで、よ2日で4パルムだった。どういうことですかどういうことですか。赤のれんさんの動画回していいねしましょうね。え、そう、赤のれんさんのみんな見てくれましたか。ありがとうございます、見てくださっている方は。まだよっていう、まだよっていう方はもうじゃんじゃん見ちゃってください。今からもう一周いけそう。
これ緩んじゃうんだよな。まあいっか。パルム4本食べは贅沢。確かにパルムのいちごのやつがめっちゃ美味しい。ベリーベリーが美味しいです。そう、あ、皆さんでもなんかそのこれ小物結構紹介させていただいてるやつがあの配信されてると思うんですけど、記事でなんか皆さんが結構欲しいよって言ってくださってて、すごい嬉しいですね。皆さんはぜひあのゲットしちゃってくださいね。本当に便利なものばかりというか、あのこの値段でこれが買えるのみたいなものばかりで、あの本当にすごいですよね。お得すぎて。みんな中坂がさ、赤のれんさん大好きな理由わかるでしょ。なんかその今まではこうみんなも行く機会がなかったからさ、え、な、中ちゃん赤のれん行き過ぎちゃうって思ってたかもしれないけどさ、みんなも分かったでしょ。これで赤のれんさんが行きたくなるでしょ。10テルテルですね今。あと6テルテル。ね、クリームブリュレアイス絶対うまいじゃん。アイス今日はでもガツンとみかん食べました。わ、塩ソフトいいね。今11テルテル。数えていかないと何テルテルか分かんなくなっちゃうね。ちょっと中坂さん最近ねプライベート赤のれんできてないからさ、行きたい。そろそろ9月になったら行こう。てかシャチモナカさんもあの30日に本当に差し入れしようって思ってたんですけど、ちょっと残念ながらさ、これで台風もし今からめっちゃ速度加速してって、まあ、テルテルを今から作るから、まあ、そんなことにはねなってほしくないですけど、もう仮に今からもう爆速で移動して30日到来みたいになってさ、頼んだのにさ取りに行けなくなったらさ、もうシャチモナカさんにすごい大迷惑をかけてしまうので、ちょっと台風が過ぎるまでは一旦保留にしちゃいました。ごめんなさい。でもなんかさ、まだ予約してなくてよかったよね。じゃん、いいですね。12テルテルです。そうそう、アイスのみ食べないんだよね。アイスのみでも美味しいよね。割ちょっと知覚過敏は強敵。そうそう、確かに夏限定だよねクズバーって。確かに9月3日ならギリ売ってるかな。雨だと結構さ大変なんだよな。晴れてほしいな9月。9月3日じゃない、13テルテル。そうそう、え、治るんかな近くかるんって。でもなんか最近はなんかガリガリ君とかそれガツンととかが普通に食べれるくらいにはなってる。あ、めっちゃ破れちゃったけど、まあ、気になんない。てかさ、昨日さくまさんとさふゆちゃんとさいずりんさんとさみゆちゃん、松川みゆちゃんでさ野球行ってて羨ましいって思いました。あの中坂さんはあのサッカーがすごい好きなんですけど、でなんかもう、あ、もうめっちゃ破れた、やめよう。なんかもうサッカーのイメージしかないかもしれないんですけど、一応趣味はスポーツ観戦なので、あのもうなんかいろんなスポーツ見に行く皆さんマジで誘ってほしい。なんかサッカーは結構一人で行けるんだけど、まあ、野球も一人で行こうとしてた時期はあったので行けなくはないけど、なんかまあまあ勇気いるよね。
一人で行こうとしてた時マジでなんかどういうあれだったんだろうっていうテンション感だったんだろうって思うけど、覚えてるんです。キャスパー・ユンカー選手って、まあ、グランパスの選手が始球式する日だったからめっちゃ一人で行こうと思ってたんですけど、あいにくの台風でその日は中止になってしまって結局行けなくて、そっからまあえなちゃんとかふゆちゃんとかとは行ってるんですけど、結局一人では行けてないっていうね。やっぱ一人で行くのは勇気がいりますね。サッカーでスタグル釣って連れてくるパターン、でもメンバーと長良川プライベートはないですから、行ってくれるメンバーがいるならもうマジウェルカム。なんなら一緒に岐阜観光してから行こうよ。2、4、6、8、10、2、10してるってるかあと2てるってる。スポーツ観戦はすごい好きなので誘ってほしいですね。松川美恵ちゃん9月3日初アンダーで緊張してるからよろしくお願いしますね、ということで、もちろん私は松川ちゃんと仲良くなりたいよ早く。本田さん、リーナさん、あと他にはまだ一緒に行ったことないけど、今さ、サックがさちょっと活動ねお休みしてるじゃないですか。でもサックにも連絡して、なんかサッカーはまあ基本的に土日にしか行われないのでサッカー見に行こうねってサックが忙しくないならサッカー見に行こうねって。てかサックとはもう本当去年から約束してるのに全然行ってないし、そもそも私がホームにマジで行けてないっていうのもあるんですけど、ちょっとね、狙い目っていうか意外ともうなくて行ける日が。狙い目は全くいけるか分かんないけど、ガールズフェスタの日か、ガールズフェスタの次のホーム戦いつだろう。あ、ジュビロ戦がズエーゲン金沢戦と被ってるんだよね。そうなんだよね。うわあ、そうなんだよね。そうで、この次はアウェイ福岡で10月の中旬ね、コンサドーレ戦がどっかであるんだよね。でも意外とあともうアウェイばっか、鹿島とかそっち、あとアウェイどこだって、ガンバとかその辺ばっかですから。そうなの。名古屋オーシャンズ行きたいんだよね意外とだからもう残ってないのよ。あのね、トスが、まあ、長良川なんですけど一応ホームなんですけど、その日はもうトーク会なので行けないので、あとね、そう10月19日の日も行けないね。これはね、何戦だったかな、コンサドーレ戦かな、確か行けない気がしますだからね、そう意外ともうホーム行けなくて、よしあ、16てるてるじゃない、ダブルミュウミュウです。アイスホッケー見に行ったんですよ。めっちゃなんか迫力すごすぎて感動しました。アウェイで狙ってる試合、どっちも狙ってます。アウェイはもう残ってるのは、残ってるアウェイ戦がですね、まあ、広島ルヴァン、FC 東京国立、10月4福岡で、鹿島、ガンバ、横浜 F マリノスかな、あと6試合残ってるんですけど、広島ルヴァンが行けなくて、で FC 東京国立も行けなくて、で10月4のアビスパも絶対行けないので、ってなるともう鹿島、ガンバ、横浜 F マリノス残ってるんですけど、もうここはもう全部行きたいっていう気持ちはあります、はい、そう
アイスホッケー楽しかったよ。そう、ちょっと機会をいただきまして、見に行きませんかって機会をいただいたので今回行ったんですけど、めっちゃ普通に楽しくて最高でした。やっぱスポーツ観戦は大好きなり。あとね、 J3 で狙ってるアウェイもあります。行ける日は行くから全部。なんかもう土日に休みなんていらないみたいな、休みなんてっていうか家にいる時間いらないみたいな感じ。ちょっとこれどうやって数えればいい。123、あ、分かんない分かんない。123456789101111213141415、あれ15テルテルしかない。にしろあとにしろあれとにしろとにしろ、16テルテルいました。ということで作っていきたいと思います。こちらはサイン会で使ったマイネームです。あのサイン、中坂さんは筆圧が強すぎてなんかめっちゃペン先潰れちゃったんだよね。そうそう、ということで10テルテル作ったので、誰から言ったらいい、誰からがいい。今日はチームエステルテルを作っていこうと思っています。まあ、やっぱリーダーからでしょ。リーダーいきます。ちかさんは最近やっぱ前髪がセンター分けなのが特徴的かなって思うので、前髪から描いていきます。結構カスカスかもしれない。ちょっと黒髪じゃないんですけど、ちかさん今眉毛はちかさん眉毛めっちゃ綺麗。左右非対称になっちゃって、でもちかさんは結構なんかアメリカンガールみたいな感じでお目目が大きいので、目目は大きめに、鼻もすごい綺麗ですよね。うん、2個、あ、いいやんいいやん。ほっぺチーク足しとこうかな。ちかさん結構チークのこだわり強そうなんで、今回はカラーマッキーまで、黒だけないの、なんでカラーマッキーも用意させていただきましたので、よしよし、まあ、チョコチップクッキー持たせておこうかな。なんかおせんべいみたいになっちゃったけど、じゃーん、ちかしゃんです。ということで、ちかしゃんです。なんか眉毛と髪の毛がちょっと後退しすぎてるんですけど、もうちょっとこの辺に描けばよかったかなって思いました。ちかさんできました。じゃあ続きまして、あゆかぴょんを描きたいと思います。あゆかぴょんはちょ最近髪の毛がオレンジなので、オレンジで描けます。髪の毛はお前髪が生えてる。
めっちゃあゆかぴょん、髪の毛描いただけでもうあゆかぴょんなんだけど。であゆかぴょんはなんかむよーみたいな顔が可愛いので、なんかめっちゃ笑ってる感じでいきます。マジで出ないんだけど色が。こんなカスカスに なるほど使ってないよね。なんでこんな出なくなってんの、なんでこんな出なくなってんの。出たじゃんこの前まで。全然出ない。あゆかぴょんっぽい。ねえ誰か黒巻き持ってきて。ほっぺほっぺ。え、めっちゃあゆかぴょん顔が。ちなみにじゃーん、めっちゃあゆかぴょんじゃね。あゆかぴょん完成。じゃあ次は誰行きますか。ちょ黒マッキーがちょ出ないのがほんと致命的ですけれども、頑張れ黒マッキー。あ、キミちゃん、ゆずぽさん、まあ、じゃあ先輩から行こうかな。8期生の皆さんから行きたいと思うので、ゆずぽさん作りたいと思います。ゆずぽさんはまあ、黒髪ストレートに戻られたので、黒髪ストレートって感じ。前髪はパッツンで。マジ頑張れマッキー。マッキー頑張れちょっと頑張れないので、ちょっとマッキー取ってくるわ、ごめんね。今日はじゃあみんな、てるてる坊主の歌歌ってみてください。歌ってみてください、意味わかんないけど歌ってください。にゃ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 ー、ひゃん、黒巻き。シュン、よし、ということでマッキーを手に入れました。ゆずぽさんどこ行った。あ、いた、ただいま。ゆずぽさんはやっぱキラキラスマイルなので、あのすごい口元をめっちゃ笑ってるようにしたい。
なんかちょっとホラーになっちゃったけど、まあいいか。ゆずぽさんといえば、ゆずぽさん何持たせたいですか？眠くなってきた、寝ないで、いいよ寝ても。ゆずぽさん何持ってそう？あー寿司ね、寿司持たせようじゃん。ゆずぽさんといえばやっぱマグロですから、マグロ寿司で。もうこの短時間でキャップをなくす天才ですから。こう細い方なら出るとかないのかな。バイネーム、寿司持ってる、ゆずぽさん。ま髪がこう長いのがやっぱ特徴ですから。イエーイ。あゆかぴょん何も持ってないから、あゆかぴょんはなんか持たせたい。あゆかぴょんは、あゆかぴょんなんだろう。あゆかぴょん何持ってそう？あー確かにメガネね、確かに確かに。スタバも持ってる。あいかぴょんはじゃあ耳生やすわ。リス顔だから。でどんぐり持たせよ。めっちゃかわいい。じゃあ続きまして、ゆずぽさん書いたのでるちゃんいきます。まあ、おるさんもやっぱ黒髪なんですよね。ルーさんはなんか優しい感じだよね。もうもはや違いが分かんない、難しい。てるてる坊主って難しい、奥が深いね。おルーさんはもうめっちゃほっぺピンク。ぽいぽいぽい。おるさんはいきなり団子持ってもらう。ちょっとゆずぽさんとこ見比べてみます。あーでも確かにゆずぽさんでるーちゃんって感じがしますね。いいですね。るーちゃんでした。じゃあるーちゃんの次は名前順でいくと、名前順でいくと横にゃんさんか。ヨゴニャンさんいきます。ヨゴニャンさんはもう髪長いですから特徴がありますね。
ええんちゃいますの。ちょっと今現状ちかさんがすごいハゲてしまっているので、あとちかさんの髪の毛も塗りますね。ちかさんじゃない、よこにゃんさんは、でもよこにゃんさんもなんか笑顔が優しい感じありますよね。なんだろうな、もうちょっと前髪伸ばそうかな。よこにゃんさんもほっぺめっちゃピンク。よこにゃんさんはガンプラ持ってそうなんですけど、ちょガンプラ描けない。頑張ってガンダムっぽいもの描いとくね。ガンダムっぽいっちゃっぽいかもしれない。ガンダム初心者かたんの感じです。じゃん、よこにゃんさん、いいですね。ちょっと目がかゆい。なんかガンダムの腕めっちゃ長い、髪の毛がこう長いのが特徴的ですけれども、まあ、よこにゃんさんって感じですね。次はマリンさん。マリンさんはやっぱボブが特徴的ですよね。マリンさんか、マリンさんはなんかここにほくろありますよね、かわいい。マリンさんはよく外跳ねをしますか。巻いてるイメージの方が強いけど、巻き髪かけないからな。ちょっともう外跳ねもよくしてるイメージはある。外跳ねでいきます。あ、垂れ目ね、確かに垂れ目。かわいい。ほんと絵の才能だけない、私には絵の才能だけない。確かにキュウリ会会長だもんね。キュウリだよねやっぱ。やべ、キュウリがひどい。あ、先輩から順番にあいうえお順で書いてます。マリンさんいいんじゃない。かわいい、私の中ではかわいい。こう目が垂れてる感じとキュウリを持っている感じがもうマリンさんですね。じゃあ次はイズリンさんですね。イズリンさんちょっと難しくない。でもイズリンさんは黒髪じゃないですよね、茶髪ですよね、まあ、暗めの茶髪ですよね。イズリンさんはこう前髪がなんかイメージ。無理だ、前髪かけないわ。しかもちょっとイズリンさんにしては明るい茶色になっちゃう。なんかちょっと前のイズリンさんの髪の毛の色してる。ちょっと明るすぎるな。
ズニーさん確かに目パッチリですよね。大きく描こう。まつげすごいイメージあるからまつげ描いとく。でイズリンさんもほっぺはピンクなんですよ。イズリンさん何持ちますか。あ、ヤドンだね、確かに。ちょっと髪の毛が茶色くなりすぎてしまったんだけど、イズリンさん目を細めればイズリンさんかもしれない。かわいい。2467体描いたのであと1体、みおまるさんを描いたら半分です。先輩で半分なんですね、 S は今。じゃあみおまるさんは今髪の毛落ち着いてますよね。だいぶ黒っぽいですっけ。こう身長が高そうなのにし、目をつぶればいずれ。今もうそれは見えてないよね、何も。髪色がなんか一番難しいけど、ちょっとマッキーで再現できる限界はどうしてもあるので、まあ、黒っぽい髪の毛かなと。なんかちょっとグレーっぽい感じはありますけど、多分そんな感じかな。みおまるさんも髪が長いですね、とっても。この前してたクラゲヘアがすごい可愛かった。まあ真っ黒ではないんですけど、今みおまるさんちょっと黒くなっちゃいました。しゃあない、マッキーの限界で。みおまるさんは目が大きくて鼻がすごい高くて口も大きいので、かわいい。ほっぺをピンクに。やっぱ血色って大事。みおまるさんは何持ってそう。化粧品もいっぱい持ってそうだから、リップとかにしようかな。確かに袋があるね、みおまるさんも。あー猫ね、確かに。猫耳もじゃあつけとくか。猫耳、なんか崩れてね。みおまるさんです。いいですね、これで先輩が完成しました。ちょっと今中坂コンタクトしてないんですけど、まあなんかみんな似てるかなって感じします。では続きまして、同期いきたいと思います。姫たんから、あ赤堀だからキミちゃんから作っていきたいなと思います。キミちゃんは今めっちゃ黒髪なので黒髪です。キミちゃんはね、キミちゃんめっちゃむずくない？
ね、キミちゃんってさ一時期さ触覚が姫っぽい時期あったじゃないですか。あの時のキミちゃん超好きなんだけどさ、共感者求む。まあ、キミちゃんはもうとにかく河内区書いておけばキミちゃんやな。キミちゃんそんなチック多くないんですけど。あ、新幹線が動いた？よかった。キミちゃんって何持ってそうですか？キミちゃんの持ってるものめっちゃ難しい。ちょっと首が苦しそうなんでキミちゃんを解放してあげたい。あ、来た来た。ちょっと首長になっちゃったけど。あ、カレーね。確かにカレー大好きだもんね。ちょっとひどいんですけど、キミちゃん完成しました。前髪短くね、キミちゃん。カレーがひどいな。続きまして、姫たん。姫たんはまあそうだな、姫たんがなんか難しいね、メンバー書くのって。姫たんはとにかく、姫たんって髪の毛黒いっけ？茶色ではないか。まあまあまあ、最近すごいゆうねちゃんへの愛大爆発で面白いです、見てて。こう中坂へのなんか重い愛がもう全部ゆうねちゃんに最近言っていて本当に嬉しい。もうゆうねちゃんがかわいそうなんですけど、ちょっとゆうねちゃんありがとうっていう気持ちでいっぱいで見てます。姫たんとゆねちゃんは同い年なんですけど、同い年にはマジで見えない。姫たんはロードバイクですよね。もう自転車かけない、ごめんね姫たん。サドルにしとくね。むずい。あ、ぽいぽい、サドルリアル。あ、姫たん完成しました。ちょっとサドルうまい。よし、もうほぼみんな顔一緒やねーっていうことで、まあ、次は中坂を描きたいと思います。まあ、一番プリティーやろ。当たり前に一番プリティや。ちょっとアミさんも作りたいですけど、ちょっとアミさんはちょっと30日の公演に今不在なので、一旦今のところは30日の出演メンバーで作らせていただいておりますけれどもね。中坂さんはボブちゃんなので、中坂みゆちゃんもちょっと外羽ボブちゃんで。眉毛やる、中坂といえば。ああ、
どうしよう、眉毛なんか余計なことするから最後高森みたいになっちゃったけど、まあいいか。長坂は豚でええか、くるみんでもいいんですけどね。くるみんがこうわざわざポストしてくれたことが、みは今日もめっちゃ嬉しかったです、幸せです。でもマジくるみんの嘆きのフィギュアは結構天才だと思ってる。全国民が賛同して署名してもう実現させてほしいです。なんか金太郎みたいな何これ、いいね、もなんかいいですね。豚さんが超上手っていうすごい、最後やっぱ最後化してます。休憩が終わったので続きましてみくるさんを、あれ合ってるわ、みくるさんを書いていきたいと思います。まあ、みくるさんはツインテールやろ、くるって何持ってんだろう。くるは何持ってるかな。香水とか持ってるよね、よく。多分。ごめん、香水持たないから、ちょっと香水がどんな感じかが分かんない。あ、ええやん。みくるさん香水持ってます。ちょっとほら、あと岡西門にも見えるんだよね、こう黒と白のコントラストが。で続きまして、まあ、11期ちゃんたちなんですけど、アジュアジュはアジュアジュもツインテール似合うんだよな。アジュアジュはハーフツインにします。ええやん。アザーズはちょっと黒実さんのイメージなんですけど、ミュウが黒実さん描けないので、ちょっと紫のハートで黒実さんってことにしときます。なんかアズアズ首が、アンズさんです、イエーイ。え、最近さ、アイプリめっちゃ好きで可愛くない？いいな、推しがいるっていいよね。次がリーちゃん、リーナちゃんむずい、リーナちゃん結構むずいかもしれない。でもなんか私が思うにリーナちゃんの顔ってめっちゃバブだなって思う。リーナちゃんはですね、リーナちゃんは
髪型何のイメージ？でもなんか11期みんなツインテール好きなんだよね。ポニーテールにしよう、リーナちゃん。あ、リボンが喜ぶんだね。じゃあリボン持たせましょう。最近おろしが多い。確かに確かに。でも巻きおろしが多くない？リーナちゃんって可愛くない？巻いてるの好きなんだね。みんなティッシュに書くのって意外とむずいんだよ。かわいい、バブっぽい。次はゆうねちゃんを描きたいと思います。ゆうねちゃんはね、童顔だよね。ゆねちゃんは建築ガールなので金槌で。じゃーん、かわいい。ゆうねたそです。なんか打ち出の小づちみたいになっちゃいましたね。最後はゆあちゃんを描いていきたいと思います。ゆあちゃんはすごい猫目なイメージ。ゆあちゃんは何を持ってるんですか？みんなどうせ詳しいんでしょ、ゆあちゃんにも。何だろう、何が好きなんだろう、ゆあちゃんは。ギャルピースむず。難易度高っ。あ、みよまるさん好きだね、確かに。なんかしっくりくるのがないのでピースにしとこう。むずいけどね、ピースめっちゃむずいけど、ね、ちなみにイエーイイエーイイエーイ、ちょギャルピュア描けなかった、ごめん。さすがにあ、右と左が一緒になっちゃった。そんなわけないのにね。ゆあちゃん、イエーイ。イエイイエイ。ということで16メンバーできました。ちょっと待って、ちかさんだけちょっと髪の毛早いですね。
よし、じゃあ全員並べてみましょう。あ、じゃあ4人ずつ紹介していこうか。はい、誰だ顔だけ見て当てろクイズ。右からにしよう、右から誰か当ててください。正解は、ちかさんとあゆかぴょんとおるさんとゆずぽさんでした。わかるでしょ、この優しそうなピンクがほっぺなの、間違えた、ほっぺがピンクなのがるーちゃんで、キラキラスマイルがゆずぽさんでしょ。はい、次、じゃあ適当に4人取るから。オッケー、あー、いけそういけそう。いきます、せーの、バン いい感じに正面向いてくれないんだよな。ここの組も結構簡単じゃない？私の予想はここの前髪誰だったっけ、この前髪誰だっけ、この前髪誰だったかな。いや、この前髪見覚えあるよ。キミちゃん、キミちゃん、ミオマルさん、ユアちゃん、イズリンさんかな。いけます、こっちはイズリンさん、絶対イズリンさん、ユアちゃん、ミオマルさん、キミちゃん、キミちゃんでした。ウェーイ、完璧。皆さんは分かりましたか。次の4人いきますね。あ、次結構簡単です。あ、めっちゃ簡単、次の4人超簡単。いきます、バババン、あ、正面向いてない、なんかみんな全然正面を向いてくれない。これ誰だ、これ誰だろう。あ、ヒントが見えました、イエーイ。ということでこちらはですね、みくるさん、あずあず、よこにゃんさん、リーナちゃんでした。ラスト4人、ラスト4人はもう4人しかいないんだよね。いきます、結構難易度高そう、ここ、せーの、バン。あー、でも分かりそうっちゃ分かりそうだけど、あー、分かるね意外と。あどうですか、わかります、皆さん。正解はゆうねちゃん、
マリンさん、中坂ひめたんでした。ということで S メンバー16人、間違えた、15人とアンダーで出てくれるゆあちゃんの16てるてるが完成したということで飾っていきたいんですけれども、ちょっとテープの準備全然考えてなかった。テープ絶対この部屋にないよ。スタッフーって言ってもね、あっちでね、あの一人はね爆睡してるしね、一人はね全然このショールーム見てないので、ちょっとテープを取りに行ってきます。ということで皆さんはじゃあチーム S メンバーの好きなところしりとりをしていてください。それではどうぞ。もう今日立ったり座ったりが多いな。へい、シュ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 ダーン。ということでですね、ということで皆さんありがとうございます。全然しりとりしてなさそうでしたけれどもありがとうございました。ということで、ま、飾っていきたいなと思います。ただ今結構もう背景がだいぶ騒がしいので、ちょっと貼れる範囲がすごい限られてるんですけど、ま、頑張って16匹飾っていきたいなと思います。いつもてるてるってさ結構適当に貼ってるよね。じゃあひめたんから、おー結構場所取るな。一匹あたりの主張がまあまあ激しいぞ。マリンさん、あい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 、じゃあリーナちゃん、あああ、いいですね。次イズリンさん、あいいですね、イズリンさん。次ミクル、あミクルちょっと画面外
よし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 、次あゆかぴょーん。いいですね、あゆかぴょんの上にもいけそうやな。じゃあ俺で、え、そうなの、冷やし中坂もそろそろね終了のお知らせしないといけないんだよね。もう冷えてないよってね。画面がもういいや、中坂やし。あ、リーダーはやっぱいい位置にいた方がいいと思うので、いいですね。あ、おるーさん、いいですね。あ、おるーさん、噂をすればショールームが始まりました。ゆうねちゃんね、ゆうねちゃんはここら辺がいいかな。あ、ミクル、頑張れミクル、ちょ向け、よしよしよし。これはみおまるさん、みおまるさんどこら辺かな。あ、ええやんええやんええやん、次あゆずぽさん、うーん、おー、ええやんええやん、ちょっともう空いてるところがなくなってきましたね。きみちゃん、あ、いいじゃん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 、ゆあちゃんゆあちゃん、あともうどこに貼れるかが分かんない、ここら辺いけるか、横にゃんさん、おい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 、ここだな、アンズー、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、イエーイ、効果は抜群のようだじゃない、絶対、あらまあすごい光景、あらまあすごい光景だわよ。ということで、いやでも効果は抜群だみたいな、効果絶対にある。
なかちゃんはここだよということで16匹てるてるが完成いたしました。すごい嬉しい。ちょっとてるてるをこう初めて今日見たよっていう方もたくさんいると思うんですけど、もう中坂さんは本当にあのてるてる坊主で失敗したことがないっていうか、てるてる坊主作って雨降ったこと本当にないので、あの30、31、そして9月1日 SKE48 にとってあの大切な日に、あの雨は降るかもしれないんですけど、あもうなんていうんですか、もうそもそものものが中止になることは結構、ま、免れられるかなって思っているので、皆さん念じてください。そしてあのこの効果が絶大になる方法といたしましては、やっぱりあの皆さんも作っていただくことがやっぱ効果が抜群だになると思うので、あのよかったら皆さんティッシュとヘアゴムで簡単にできますので、ぜひぜひ皆さん台風に勝ちましょう。え、どこにいた？あ、ここだ。ということで、まあ、てるてるがあの残り続けるまではもう効果は本当切れないと思うので、皆さんもぜひ祈って、無事に迎えましょう。 S 公演とミレイちゃんの卒業公演と FC 岐阜と、アイリさんの卒業プリマステルライブということで、そろそろいい時間だと思うので終わりたいなと思います。皆さん今日は中坂てるてる制作配信をご覧いただき本当にありがとうございます。誰が楽しいんかなって思いながらあのやっていたんですけれども、まあ、皆さんが楽しかったかもちょっと分かんないんですけど、全然、まあ、中坂は楽しかったからいいかなって思います。皆さんも楽しんでいただけていれば幸いです。はい、服の色本当に目立ちます。あ、24時間テレビもですね、本当にそう楽しかった、これはこれで楽しかった、おもろかった、よかった、名作ぞろい、いいですね。ではそろそろ終わりたいと思いますが、いつもここにもたれかかっているんですけど、残念ながらもたれかかれなくなってしまって、あ、ここにもたれかかればいいやんって思うんですよ、ね、ここ結構今ちょっと扉がぶっ壊れていて、まあ、もたれるにもたれられない状況なので、今日はちょっと自立しながらエンディングしたいと思います。ドゥ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 、あ、やばい、またスマホスタンド壊れた。よし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 、明日もお仕事なんですけど、夜配信は絶対にできる予定ですので、夜ぜひ見てください、よろしくお願いします。はい、これ可愛いでしょ、これキッズ用なんだよ。終わります。いきます。
ハムスターさん、星アナビ、クロワッサンさん、黄色玉のミノリラスカルさん、ハート黄色の巨人さん、ハートキング、キング白のほのほにょほにょさん、星アナビ、のミノリラスカルさん、ハートうまみみさん、ハートパンダさん、金魚パンダさん、あ、別のパンダさん、星アナビ、お馬さん、だるま、のミノリラスカルさん、ハートハート、バスケットボールさん、黄色玉、うまみみさん、ハートバスケットボールさん、黄色玉、ひよこさん、ハートピースさん、ハートダンシングヒルさん、星アナビ、ピースさん、ハートパンダさん、星アナビ、インコさん、星アナビ、ハートピースさん、ハート、シャコウキドグーさん、ハート、金魚、白のクマさん、金魚、ピースさん、ハート、シャコウキドグーさん、金魚、ハート、だるまマイク持ってる女の子さん、金魚、てるてる坊主さん、パチ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 、ダンシングヒルさん、金魚、金魚、モフモフさん、星アナビ、ルンルン猫さん、ハート、チキチキ猫さん、金魚、カッパさん、星アナビ、ワンワンさん、緑玉、チキチキ猫さん、星アナビ、ピースさん、ハート、ツインテールさん、黄色玉、ピースさん、ハート、ワンワンさん、金魚、マイク持ってる女の子さん、黄色玉、ピースさん、ハート、パンダさん、星アナビ、ピースさん、ハート、モフモフさん、黄色玉、ピンクのモコモコウサギさん、トートイ、ピースさん、ハート、ルンルン猫さん、金魚、ズンナマンさん、ハート、ピースさん、ハート、ダンシングヒルさん、金魚、太鼓の達人さん、星アナビ、メイドメロンさん、金魚、目の生えた白のクマさん、ハート、ピースさん、ハート、トイプードルさん、星アナビ、目の生えた白のクマさん、ハート、ピースさん、ハート、白のクマさん、金魚、波のイラスカルさん、レインボー、ピースさん、ハート、ルンルン猫さん、星アナビ、トイプードルさん、金魚、ピースさん、ハート、メガネさん、お花、ピースさん、ハート、太鼓の達人さん、ハート、テルテル坊主さん、レインボー、センターキャノの子さん、ハート、ピースさん、ハート、波のイラスカルさん、ブラーボー、ムシャラスカルさん、ハート、ネギネギさん、結婚して、ピースさん、ハート、ハート、キラーノノさん、ハート、ダンシングヒルさん、星アナビ、ムシャラスカルさん、ハート、パンダさん、星アナビ、ピースさん、ハート、ルルネコさん、お花、キラーノノさん、ハート、ハート、ハート、ピースさん、ハート、ナミナイラスカルさん、金魚、マイク持ってる女の子さん、星アナビ、ルルネコさん、レインボー、白のクマさん、緑玉、ハムスターさん、緑玉、お猿さん、ハート、ルルネコさん、ハート、大根達人さん、星リボン、洗濯女の子さん、ハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった本当にたくさんの皆さん、今日もありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ということで今日も皆さんたくさんの、ギフト本当にありがとうございます。これのポイントもまた増えていてびっくりしています。本当にありがとうございます。では続きましてランキングを見たいと思います。今日の中身73位はデケデケデケデン、怪獣のアバターのグラノンさんです。ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。では狙ってくださった他の順位の惜しい皆さんもありがとうございます。あ、こう寄るとね誰がいるか分かりますね。では続きまして20位から読みたいと思います。いきます、せーの、せーの、スーパードライさん、シュートロさん、スゲさん、ポヨンポヨンさん、ジゴロさん、リョガタンさん、カワチュウさん、ありがとうございます。ということで今日の20位から10位の皆さんありがとうございました。続きまして13位から見ます。13位、緑のおっちゃんさん、ありがとうございます。パンダちゃん。12位、水のねさん、ありがとうございます。グワ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 、イエー。11位マリノさん、ありがとうございます。お帰りなさいませ、ご主人様。10位マコさん、ありがとうございます。絶対アイドルやめないで。9位泣き殻さん、ありがとうございます。モフモフ。8位エチゴパーさん、ありがとうございます。ブドウプチ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 。7位トミッチさん、ありがとうございます。ルンルン猫ルン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 。6位ワミさん、ありがとうございます。てるてる坊主てるてる坊主てるてる坊主。5位、北の SK カラッカラさん、ありがとうございます。波のイラスカルルルルルル。4位なかなかさん、ありがとうございます。シュルルルルルルルン。そし3位、しゅんさん、ありがとうございます。こじこじだよ。2位たけさん、ありがとうございます。社交機ドグ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 。そして今日の1位はドコドコドドコドコドドコ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 ドンデン、 S ハート73推しさんです。イエーイ。せーの、ガロウさん、ガロウさん、ガロウさん、ありがとうございます。
ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方、星ギフトを投げてくださった方もありがとうございました。今日はコンタクトを入れていないプラス物作成のため、すごくコメントを全く読まないような配信になってしまったんですけれども、明日は皆さんのお話いっぱい聞けたらいいかなと思っておりますので、また明日の配信も見てください。よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。本当にいろんなところで雨がたくさん降っているので、このてるてるを作ることで少しでも皆さんの地域の雨がね和らぐといいなと思います。今日の三連単予想は、今日はね8日なので8だと思うんですよね。だからやっぱでも378じゃね、378、わー今日はちょっと全然違う、大誤算でしたということで5279盛り上がりありがとうございました。また明日の配信も見てください。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はてるてる坊主、バイバーイ。みんな気をつけて、ちょっと誰か落ちちゃったわ、キミちゃんだわ。バイバーイ。あ、星になっちゃうんだ、てるてる坊主。バイバーイ。おやすみ。みんな早く寝るんだよ。